皆さんこんこにちは今日は腐らないクリーナーナを作ったので紹介したいいと思います、えっと、多分掃除好きな人とか主婦の方はクエン酸スプレーって作ると思うんですけどあの小さじ1のクエン酸を 200ml の水に溶かすあの酸性のスプレーを作ると思うんですけどクエン酸スプレーって12週間でダメになっちゃうんですね。あの海の水とか あと川の水流れる水とか食塩を含む水は腐りにくいんですけどとどまってる水は腐るのでクエン酸スプレーの水も当然腐敗していきます。で私はいちいち12週間で使い切るのとかを考えるのがめんどくさいので考えたのがホワ,イトビネガーホワイトビネガーにクエン酸を小さじ1混ぜてもうこれくらいの容器に。おっと まであのー、お酢を入れてホワイトビネガーを入れてクエン酸を小さじ1入れて振って混ぜておきます。で、お酢自体はもう腐らないので保存しておいても腐らないので、これで腐らない酸性スプレーの完成です。で、私は猫を飼っているのでトイレ掃除のスプレーとか市販のやつを置いておくとこのノズル をよくクンクンしてるのでってな,るべく無害なものしか置きたくないんですねなのでこれはすごく便利ですあのトイレの蓋とかあと便器とか掃除するのにも便利だしあの同じピネガーとクエン酸で作ったスプレーはキッチンでもあの 別のスプレーでで作っておけば便利ですあの水垢以外にも石鹸んかす汚れとかあと石灰の汚れにクエン酸は強いですだからクエン酸でポットの洗浄とかしますよねあれはあのミネラル汚れを落とすのはクエン酸酸性のもので,で逆にタンパク質とか油汚れはこ,これでは落とせないので石鹸 石鹸水とかあとアルカリ性のスプレー重曹スプレーとかセスキ炭酸スプレーとかを使うのがおすすめですでも基本毎日のキッチンとかトイレ掃除はこれですごくピカピカになりますでも同じスプレーは私は置かないので別々にスプレー作って酸性スプレーとして使ってます、うん、何か使い終わったこういうスプレー容器をよく洗って 私は使ってますと忙しい主婦の方とかあとペットとかお子さんがいるご家庭の参考になれば幸いです是非是非作ってみてくださいあとビネガーはあの何もあのおいがないお酢の方が作りやすいと思いますでコスパもいいと思いますクエン酸は薬局とかアイハーブとかアマゾンであの買えます 私,私は何でも食用のクエン酸を使ってるんですけど掃除用のクエン酸だとすごく安いです。じゃあねまたね。